Akane Yamaguchi was a child prodigy when she joined the junior national team as only a third grader. She became a teenage sensation when she won the Yonex Open Japan 2013 at age 16, the youngest player to win a BWF top-tier title. Fast forward 5 years and 8 titles later, and the 20-year-old Yamaguchi lived up to her billing when she reached the world number one ranking in April of 2018. Her journey to the top was inspired by some sibling rivalry. 兄が2人いて、兄がバドミントンを先にしていたので、その影響を受けて始めました。小さい頃は、年上の選手とよく練習をしてもらったりしていたんですけど、負けてよく泣いていたっていうふうによく聞きます。世界のトップ選手とか日本のトップ選手っていうのはあまり子どもの頃は知らなくて、本当に身近にいるコーチだったり強い選手のプレーを見て勉強していました。本当に小さい頃からずっとバドミントンを続けてきて、自然な流れでこうだんだんトップの世界で戦えるようになってきて、でトップの世界を見てもっと上手くなりたいとか、強くなりたいっていうふうに思ってより頑張ってきたので、自分にとって、そのトップの世界で戦うようになったってことはすごく、どこかで決断をしたというわけではなくて、すごくこうやっぱりより強くなりたいっていう気持ちがこう自然と今の状況になったのかなと思ってます。もしバドミントン選手じゃなかったら、スポーツ選手ではなくて普通の会社員だったり、普通の今まだ大学生の年なので、とりあえず大学に行ってたんじゃないかなと思います。結構ものづくりとかに興味もあったりするので、そういうふうな勉強。当時は、一応ナショナルメンバーの一員ではあったんですけど、高校生だったのでツアーを1年を通して回っているというよりは、日本の大会を中心に出させてもらっていたので、やっぱり出れる大会でより多くの経験を積めるように、とにかく目の前の1試合に勝って次も試合をしたいっていう気持ちで、挑戦者としてどんな相手にでも向かっていくような、で試合を楽しむような気持ちでやってました。で今はその当時と比べると世界ランキングも上がってきて、どちらかといえば向かってこられる状況も増えてはきたんですけど、その中でやっぱりバドミントンを楽しむっていう気持ちは変わらずにやっているんですけど、当時と比べるとやっぱり技術面だったりバドミントンの土台となる部分は成長できていると思うので、当時よりは気持ちに余裕を持ってプレーできているのかなと思います。いろんな国に行けて、いろんな国の選手と試合ができるっていうのが一番楽しいことで、でもその分いろんな国に移動したりするのが大変で、時差とかもあるので、そこが少し食事面でも大変な部分があると思います。